Welcome back to Let's Play Final Fantasy 5! 南に行けばいいのか、俺は。なんかあるっつったよな。ジャコールだかなんか。そういう類の街が。何で見れんの地図っつうかなんか。ん？世界地図あったよな。どうやって見んのこれ？四角？四角じゃねえや。ほう。これ、どうなってんの？こっから行けんの？あれこれ図書館だよね。図書館があり、そしてドイドイン、ドゥルドゥルドゥ、やるか。ではやろう。そう、レベル上げないとやばい。そうそう、いい加減。最初若干逃げてるから。ドゥル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 。忘れたわ。忘れて俺の行いよ。俺の愚かな行い忘れた。ベレベペン。今回一気に進めるといいけど、オラそう願う。ゆっくりやりすぎだろ。ドゥルドゥルドゥル。ただもうこの間の戦いもだってもう350とかそこまであればもう余裕だったよな、体力は。あ、海結構いいんじゃないの。あ、アングラだったら、サハギンぐらいだったら、ま、どうにかなんで。いや、カルナックあたりが一番いいんじゃないかな。予想的には。あそこら辺が楽な気がする。で、で、てくでん、てくでん、てくでん。これ結構敵さ、危なかった気がする記憶なんだけど。まあ、今回ちょっとサクサク行きたいわ。ある程度はもうスパッと。次の大きなダンジョンに行けるぐらいまでのあれは。そこら辺まだ進めたいわ。無理か。てれててん、じゃ、コール。ロンカ王国の血を引く。ポーピープーピーポープープー。何ここ。お。三日月？地面の下から変な。ほう。あれここなんかなかったっけ？いかにもって感じなんだけど。テレデン、ランラン、パラランラン。発掘された。なんか2回話しかけんだよな。わしのじいさんが言っておった。冒険野郎、冒険野郎いっぱいいるな。冒険野郎ってなんで。大丈夫か？冒険野郎でなんか息子と妻をなんかもう置き去りにしてるっつうか、そういうあれじゃないだろうね。へぇ。仕掛けたカラクリがいっぱいさ、聞けないとやめなさいって。はぁ。じっと待てばシーンズが見える。まあ、よくわかんねえな。開けられていない。古代人の仕掛けが。なるほど。とりあえずピアノだろ。てん、てててててん。ためがあるな。なんか上手くなってるとなんか。レベルが高くなっている。こうやってなんかみんなの前でピアノ弾くっていうあんまないよね。なんかそういう機会というかなんか。学校を卒業したらなくなるんじゃない？そういうのって。まあ、探せばあれだろうけど、いくらでも。でれれ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 。もういいよ。分かったわ。もう一発来るか。でー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 って。おー、早く抜けてくれ、こっから。でててててん。バービーゴーペ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 ー。ドン。何が鍛えられるの、これで。脚力が鍛えられるのか。ちょん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 。大きな滝。いろんな情報があるな。ちょん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 。まあ、ここでまあそんな時間費やさないで、おそらくは。グリーンベル。あ、でも結構あるな。もう買いに、無理だわ。高すぎる。俺の手には負えん。オーガキラー、サンゴの剣。メイジマッシャ、トライデント。へえ、こんなんだ。トライデントね。ででででで。素晴らしい分、500年前、そういうもんかなんか。ででで。ここら辺は全部あれだよ。魔法はいいのか。何買うべき？サンゴの剣必要？まあ必要かもしんないけどね。てーん、てってーん。もう探索した？まあ一応探索はしたか。
まあ、よくわかんない、なんか冒険者が大量にいるっていう感じだったのかな。で、北に洞窟があると。でるでるでで。この危ないやついたよね。なんかバイオソルじゃなきゃ、変な。ちょっとイケメン風の戦士のやつがいたけど、ちょっとあれは手出して。うわこれだよ。まさにこいつらで。あれ手出しちゃいけないやつでしょ。あれも結構やばいよね。まあ、頑張れば倒せるけど。頑張れば倒せるけど、あんまり手出しちゃいけないって、ちょっと恐ろしいよね。トゥルトゥルトゥルトゥン、トゥン、トゥル。これもやっても別にあれだよね。あ、でもあれは稼げるか。AP は稼げるね。アビリティポイント。これだけ強くないでしょ、って。やるかな。トゥルン、トゥン、トゥン。で、これで。え、でもこれでもう、2AP だよ。どういうことなの？なんかボスを倒すなんかあれだよね。ボス倒したらなんかもっとなんか、あ、これはやばい。こいつはやばい。うわ、マジか。やめてくれ。ドゥ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 。こいつがやべえんだよな。あらも無理だわ。ドゥ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 。これどっかあれでしょ、なんか待機してればなんか、あれだったよね。これか。ドゥ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 、どこ開いたんだ？あっち？ブルブンブルブンブルブルブンブル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 ファンゴブル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 。早いな、やっぱり盗賊は早すぎる。開いてないじゃん。お、ナイス。こういうことか。なんかいろんな仕掛けがあったら面白いな。宝箱ほとんどなんもないじゃん。残念なこと。750。逃げるよ。てててて、もうレーズだけでいっか。この人もそんな時間かかんないでしょ。でででででやめたまえ。逃げる気しかしねえ。ああ、まあいいや、とりあえず適当に行ってみよう。お、なんかいっぱいあるな。宝がいっぱいあるぞ。手裏剣。ちょん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 。やべえ、ちょっと待って、むくんなよ。ちょっとあれ危ないよ、ちょっと。イーターがやばい。銀色のやつが。テント。使えるとこあればいいけどな。マジで危ない。で、結構レイズ消耗するんだな。29も消耗したぞ。29だっけ？やばくね？ 29 だよ。他のやつらなんかこんなのに対してなんか。復活させるのも大変なんだな。結構意外とあれだな。動力を使うというか。やめて。こいつがやばい。でも一回でも外出ることができれば、それで問題ないだろ。そうすれば、まあ、あれだろうね。まあ、しょうがない。もう置いていこう。フェニオももったいないもんな。電撃無知。そろそろ、行ってもいいかもしれないな。デレデレン、デレデレデレ、デレデレデレ。いや、これなんもないでしょ。多分。よーし。じゃあ、変えよう。変えらんねえのか。変えらんねえのか。デレ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 。まあ、せっかくだからな。ナイトかっこいいよね。って何回言ってんだよな。あえてバーサーカーで行くっていうのはそういうのも面白そうだけどね。やめておこう。魔術使い行きます。で、これで両手持ちだったらどうなの？強くなるの？まあ、その気になってしかたがない。あと試してみようじゃないか。両手持ちでも剣じゃないと、剣じゃないと意味ないんじゃない？ちょっと待って、見て。ちょっと。一振りの剣、刀。やっぱそうだよな。剣、刀、斧じゃないとダメなんだ。毎日やってみる。意味ないだろ。てー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 。誰か試し打ちさせてくれ。お見えではね。しかも。めちゃくちゃ。よし。ひどい目になった。てる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 。手前のやつはあれ効かなそうだな。あれが。雷が。どうしましょうかね。220。でも結構まあ、後列でこのダメージたらけ出すと結構でかくね。後ろからこの敵の攻撃が半減できて、なおかつあのダメージをたらけ出せるって、結構でかい気がする。で、おっつえじゃん。さすがだ。これでも倒せないの？しぶとくね？なんだろ、この方たちは。ずいぶんしぶといじゃん。なんなの、あなた方。てれってって。最近の敵は恐ろしすぎる。
これでいったんや。アネモン。ポケモンみたいな。デジモンみたいな。おい。てん、てるるるん。てくる。いい感じだろ。まったく。これで125か。雷神の術。てんてるるてん、てるるてん。さあ、行くぜ。どこに？どこに行くの？この絵なんかあるな。チラ見だけするか。チラ？なんか怪しいやつがあるな。まだ、その時ではない。だが私は待っているぞ。貴様が来るの。と、そういう感じだったな。お！なんだこいつ。シーアイビス。なんだこいつら、早いな。全然当たんないから。なんかあるのばっかりやってくるな。うまそうに見えんのか。あの角が落ちそうに見えんのか。早くしたまえ。おお、全然あるじゃん。あの、どうしようかな。まあいいや。魔法でやればすぐいけるって感じか。おい。なかなか当たりにくいけど、こういうやつがあるじゃん。HP 低いって感じか。ロレツがだんだん回らなくなってきたな。ファレスリー任せるわ。君にすべては任せる。攻撃担当だ君は。あ、こいつら美味しいな。なかなかの美味しい。お、なんだここ。いや、どっかちょっとさすがにちょっと怖すぎるな。危険なやつがいるな。ここには先の話をまず進めよう。うわー、うい、クレセント、また地震じゃん。揺れておる。え、船沈む。せっかく頑張ってやったのに、シドが、シロたちがあんなに病んでまで。かわいさすぎだろ。ちょっとなんかあれもう聞いたら悲しむよ本当に。シドが泣いてしまうよ。どうすんの一体これから。ファファファ、これ絶対黒幕だろ。この喋り方といい、笑い方といい。チョコボの話ね。基本なんか物価安いよね。宿屋のやら安いよな。何なの一体。謎でしょうがねえわ。何言ってんの。たまにはちょっと見てみるか。乙女のケースとか買っとくか。ちょっとちょっとこういう系はある程度あった方がいいでしょ。金の張りかはいいよ。まあ、今後あれば十分だろ。てんてんてるてるてててん。誰かいるぞ。何してんだこのとこで。水は枯れることもありません。豊作。土の恵み。そのもうすぐおしまいになるぞ。今のうちに堪能しておかないとな。搾取しておかないと。銀融詩人の家。てるてる。くれ。てんてけて。勝手に弾くなよお前は。お、やった、いいもの教えてもらったぜ。何またやんの。でん、どうだい、嫌がらせをしてんのきっと。俺に対する言われたら、不法侵入したからな。潜伏してしまったから、俺は。逃げよう。帰るしかない。あれ、狭い、ここ、結構。意外と狭いか。ここら辺も悪いでしょ。てんてん。ちょんちょんちょん、チョコライシーな。パーピーポーピーポーピーパーピーポー。うれぇ！へぇ。
あ、こっち行ってないわ。変な音が聞こえてくる。何をしてんの一体。嫌がらせをされてるかも。まだいいだろ。買わなくても。どうにかなるさ。後で買えばいいのさ、まとめて。おお、なんか、結構あるな。トゥン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 。もうおしまいか。じゃあもう次行くぞ、これは。てれてれてれてててててんてんてん。ちょ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 。シャカ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 。ちょっと違うな。この曲なんだね。俺が捕まえてやる。頑張って。頑張って。諦めるか。ステイディターマイト。てれれれれ。早すぎなんで。おい。ちょっと待ってくれ。いや、待て待て待て。意外しろ、お前は。クエー沈んだ。か沈んだな。何しとんじゃん。こいつ、どうしたベレベレベン。パックンチョ。クリスタのかけら。何を持ってんの。銀牛人の狩猟とか。うーん、難しいね。汚ねえな。乗れるわけねえだろ。4年何キロあると思う。200キロぐらいあるでしょ。だってふぅ、すげえな。飛竜はいいけどさ、飛竜はいいけどこっちは絶対やばいだろ。堪能していくかじゃん。ポッピポー。あ、こういうとこはいけないんだ。じゃん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 。古代図書館に行けばいいってこと。お前の作った船沈んじゃったよってなんだ。報告しに行けばいいのか。でもその前のこと、多分行けるよね。もう行っちゃうかじゃん。行けるとこ行くわ。リックスの村、ここはいいよね。ここはもうみんなの故郷だろ。みんなの実家だよ。ここは誰もいねえし。先に止まっちまった。まあいっか。もうちょっと後に見たかったな、これは。ある程度堪能してからな。テレテレテテテンテテテン。大人になったみたいな。なってねえよ。めちゃくちゃだよ、こいつの人格は。あ、ここあるじゃん。ここは後に見る。テレテレテテテン。そうなの。
結婚しろお前たちは。そういうもんだ。いいね、そういうなんか関係性というか、ね、売ってんだよここね。別に無理にカルナックのところにで取る必要ないっつうか、なんかまあいいさ、そういうこともある、生きてりゃそういうこともあるさ。またやっちまった、話しかけちまった。これ相当高いよね。3階建てぐらいでしょこれ。で誰も来ないというパターンか。あるよね。結構あるんじゃないかな。俺もあるんだけど見つかんねえっつがなんか置き去りにされたっつうの。ひでえ話で。あ、これであれか。これで高所恐怖症になったのか。まあ叫べば大丈夫だろ。いいね。このここいいよ本当。この5来たかったんだ俺も。5っつったらここだろ。おいいな。ハイポーションくれよ。頼む。お願いだよ。あーでもここで買えばよかったじゃん。もったいねえ。さっき買っちゃったよ、変なわけな感じ見せてる。あ、これいいな。手裏剣。あー。これ多分カトンとかこれ多分使うよね。もうあれだな。悩みどころだな、これな。どうしようかな。ちょっと結構今悩んでんだよね。どうしようかっていう。なんで勝手に住んでんだよ。誰が許可したのそれは。主人公のバッツがさ、許可するわけないから。なんで脅してくれてんの。結構広いな。行くか。